はい、おはようございます。そして、明けましておめでとうございます。花屋龍馬さん、花屋龍馬シリーズね、ずいぶんロングランで続けてきました。まあでもまだまだ100本いかなかったですね。私ね、300本ぐらい行くつもりで、まあ、リレーしてきて、最後の方ではね、1回だけですけども2本同時にちょっと動画を投げてみたんですけども、なかなかうまくいかなかったかなというところがありますね。まあでも無理せずにこのまんまの緩やかなペースで1日1本とか2本でもいいんでね、ゆっくりやっていきましょう。そしてまあ疲れたなと思ったら別にお休みいただいても結構ですんでね、花屋龍馬さんには花屋龍馬さんのミッション生活がありますんで、ご無理のないように。昨日ですね、花屋龍馬さんかなり動画上げてましたよね。このペースで毎日やっていくのが、まあ、YouTuber なのかなと思いますけども、1年間やってきて個別でメッセージを送られてましたよね。なんかね、これはね、花屋龍馬さんのオリジナルかと思いきや、これ私もやってたんですよね。もうさすがにできなくなっちゃいましたけど、人数多くって。やっぱりね、まだファンの、方がそんな莫大ね、何千人とか何万人とかいない間はこれできますんで、100人を超えるまではこういうことできるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり100人超えるとね、難しいですね。1日で100本の動画を上げるっていうのは他のこともあるんで、結構厳しいかなと思いますね。まあでもさすがだなと思いました。で、私ね、去年1年間っていうのをまとめてみると停止と変化だったのかなっていうふうに見てるんですよ。停止と変化ね、やっぱりね、手も足も出ずに動けなかった人と、それからなんとか打開策を見つけて突破していこうとする人とね、顕著に分かれてきたなと思うんですよ。まあそれは先天的なものなのか、それとも誰かを目指して誰かに憧れてなのかもしれませんけども、私はやっぱりね、誰かの背中を追いかけるっていうのは非常に大事だと思うんですよ。それはね、別に自分よりも優れた人の背中ばっかりじゃないです。やっぱり始めたばかりの人のその頑張りっていうんですかね、ゼロから1になろうとしてる人の姿を見て必死にね、ああ自分もなんかやってみないとなっていうふうに思う気持ち大事だと思うんですよ。まあ僭越ながら私ね、花屋龍馬さんから学ぶことってこの1年すごく多くって、それはとりあえずやってみようと、とりあえず喋ってみようと、とりあえずぶつかってみようというね、その若い青春の力ですね。まあ青春というとね、別にいつまでが青春かっていうのわからないもんなんですけども、私から見るとね、花屋龍馬さんは私が忘れてきたもう遠い憧れなんですよね。その若さを最大限ぶつけて、その今のねアクションっていうのは必ずね、10年後とか20年後にものすごい利息をつけて帰ってきます。多分私なんて想像もつかないぐらいの大人物になってると思いますので、その花屋龍馬さんがね、今双葉から三つ葉になって花を咲かせようとするその直前にね、関われたことを非常に誇りだと思っております。ということで、去年1年間本当にありがとうございました。今年もね、まだまだ花屋龍馬さんに学んでいこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではね、1月なんですけども、7日はどうですかね。失礼しました。カレンダーがね、向こうにあるんで、いつもこっちに貼ってるんですけども、7日なんていかがでしょうかということで、今日は以上でございます。ありがとうございました。